河井克行元法務大臣は、妻の案里元議員が初当選した2019年の参議院選挙をめぐり、広島県の地元議員らに現金を渡して買収したなどとして、おととし懲役3年、追徴金130万円の実刑判決が確定し、栃木県内の刑務所で服役していました。関係者によりますと、今日午前、河井元大臣は、来年までの服役の満期を前に仮釈放されたということです。刑務所内の生活態度や更生への意欲などが考慮されたとみられます。河井元大臣は実刑判決が確定した際、今回の件のすべての責任は私ただ一人にあり、私がすべてをお引き受けする覚悟ですなどとコメントしていました。